今回紹介するスレはこちら。妖怪 VS 木原唯一開幕。人類最強決定戦。予想外のマッチアップきた。でも唯一って誰かに呼ばれて時話台に来たんじゃないんだっけ？バトルは決着つかずに終わりそうだが、領感って太鼓ども、かっこ能力者戦には強いが対比能力者にはどうなんだろ。 AIM 特有の揺らぎも観測できないし。確か読川の同期で元アンチスキルなんだっけ。いや、そんな情報は一切なかったと思うが、金書3期の特典小説で言及あったよ。技量テストで読川と一緒に教官役をなぎ倒してたら逆に試験に落ちたらしい。かっこ読川は頭下げて合格もらった。だから正確には元アンチスキルというわけではない。唯一姉ちゃん、確か血管内に気泡を生み出す鬼畜体術の使い手だっけ。木原くんのはこれの劣化版。劣化版をタイアクセラレータにチューニングした木原くんの努力よ。本人の専門分野的に本来は麦野の担当したかったっぽいし、領感の強さってギャグ時空ゆえだと思ってたけど、これ見るにがっつり戦うっぽいな。乃木康人、次回じっかりバトルし、なんであなたがここにいるん？ってのもちゃんとわかりますが、私の作業が間に合わん気がするのだわ。ガチで美琴や食法より強いというネタみたいな設定。近距離だと能力発動前に首こけられて、遠距離からの攻撃だと避けて近づいて首こけってくるとか、お前は何なんだよ。領感は神城の全長感知の完全上位互換持ちで視覚から不意打ちさえ無理らしいな。神城と違って武術の達人だから見えない位置からでも気配とかで対応できるとからしいな。オート発動以外、要は意識して発動するタイプの能力は、発動前に組み伏せるのがこの女です。これ正式に理事長に呼ばれてるんじゃなくて、今回の一件に噛んでる誰かからの呼び出しだったからバトってるのかな。領感は成人か何か？なんならみこっちゃん成人ともガチバトルできる人なんだけど、唯一さんの新木原真剣替えで見られるのか。領感、一年生とはいえレベル43人瞬殺。みこととソギータの間に入って鎮圧。ハウンドドッグ3人を丸腰で撃退。唯一さん、一撃必殺の新木原真剣。白衣を利用しサロメの外敵悟空をそらす。空気中の粒子での攻撃予測。領感ってあの時話題の学生管理してる人だからマジで強いんだよな。何もさせずに制圧して心を打ってるんだろうけど。あれ、領感何歳くらいだっけ？能力開発始まってたのか。領感は格闘の達人なだけで普通の人。領感。なんやこの怪物は。どうして木原と戦ってるのか教えてくれよ。すげえ。謎格闘技術の説得力があって普通に面白い。格闘路線を大事にするべきだと思われるが、読川とどっちが強いのか教えてくれよ。さすがに領感だと思われる。お前領感をなんやと思っとるんや。レベル5を含む能力者連中がうじゃうじゃいる寮の監督やぞ。本名。どこへ？領感ってこんなに強かったんですか。唯一こんなに格闘できるやつだったのん。何を隠そう、あまたくんの木原真剣は唯一の体術のデッドコピーなんだ。あまたくんを伝承者としたら唯一は創始者なんだ。成人とガチバトルできるみこっちゃんを狩れる。領感の体術を誇りに思う。おいおい、割と昔から領感が高位能力者も簡単に狩れる強き者なのは触れられていたでしょうが。それはあくまで仇の領感という立場上、みこっちゃんも職法も全力では逆らってないという前提があるはず。このガチバトルでも制圧しそうな戦闘力は？能力者のガキッどもを相手にするには大人もゴリラ力を上げなければならないんだ。これが木原の裁き。領感にインパクト持ってかれてるけどナチュラルに殺しにかかる木原。そもそも科学者が本業のくせに素の格闘スキルが作中暫定トップだった今までがおかしすぎたと思われるが、領感が格闘術に全振りした雲川パイセンよりの非能力者系の頂点枠だと思えば結構納得いくんだよね。テレポートできるやつが異様にボコボコにされるのは、その時逃げても後が怖いから逃げなかったという理由もあったはず。なんですかこれは。テレポートされる前に締めに行くだけの実力が発揮されてる。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。